品の悪口ですけども、最初にミスプリントがあることを言っておきたいというふうに思います。右のページ、下から2段目ですね、終わりから2段目の2小節目、ここは上のドの音は上のミの音の間違いだろうというふうに思います。曲の冒頭のところの、これはバリエーションと考えるべきであると思うんですけども、冒頭のところでは3小節目が、ドミ、高いミ、ソとなっていて、ここも下から2段目の冒頭からがそのバリエーションで、3小節目が、ドソドで、ドソミと考えるのが妥当です。演奏してみると、この楽譜の通り弾けば非常にへこんだ感じがして、つまらない。ちょっとそう弾いてます。楽譜にはこう書いてます。このように楽譜には間違いがあるので、それを見抜くというのも大切な技術だというふうに思います。曲としていい感じになるか、もう一回やってみてください。